の完封で勝ちました。今日の試合を振り返ってどうでしょうか。本当に、安心して見てられました。まあ、途中ちょっと苦しそうな場面があったんですけどね、最後までよく投げ切ってくれたと思います。今シーズン初完封ということになりましたが、監督から見てどんなところ良かったんでしょうか。もうこのところずっと安心した安定したピッチングが続いてますけれども、とにかく、ストライクゾーンを怖がらずにどんどん投げ込んでいく、本当に楽しいピッチングだと思います。そしてこれで大野投手は4試合連続で完投ということになりました。このあたりは監督どうですか。開幕してからなかなか長いイニング投げられなかったんですけども、本当に徐々に体力そしてバランスが良くなってきてですね、投げるたびにリリーフピッチャーを休ませられるような本当に楽しいピッチングだと思っています。そして打っては平田選手、あの得点が欲しいところで、あの一打どうでしたか。はい、もう今日一番の方に合流をして、本当にああいう大事な場面でね、あの我々の期待、ベンチの期待に応えてくれて、本当にあの2点は素晴らしい得点だったと思います。無償格闘というところもあるかと思いますが、その中でこう平田選手どんな期待を出して送り出したんでしょう。もう2軍の方も状態も上がってきてましたし、基本的にもう1軍に上がってきた選手をできるだけ早く使いたいという思いが強いので、もうここしかないなという場面でしたけど、本当によく期待に応えてくれたと思います。さあ、そしてチームは、リスターでは苦しめられました。ベスターズに3連勝で勝って、もう5割も2位も6分です。この辺りはどんな試合に進みますか。本当にこのベスターズ戦3連戦、遠征から帰ってきて、地元名古屋で毎日たくさんのファンの方に応援いただいて、それが一番の力になってますので、まあ、明日からまた遠征出ますけれども、一生懸命戦って帰ってきますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。